晴天に恵まれました。ゴールデンウィークも今日から後半の4連休に入ります。 J リーグディビジョン1は第9節を迎えました。ヴァンフォーレ甲府対横浜 FC、 山梨県甲府市小瀬スポーツ公園陸上競技場からお送りしてまいります。晴天に恵まれ、試合前からたくさんのお客さんが詰めかけています。今日の小瀬スポーツ公園陸上競技場です。ヴァンフォーレ甲府のホームゲームになります。ヴァンフォーレ甲府です。今前半の45分がキックオフされました。 J リーグディビジョン1第9節、ヴァンフォーレ甲府対横浜 FC、 小瀬スポーツ公園陸上競技場からお伝えしてまいります。なおこの試合は主審前田拓也さん、副審真島総一さん、野上雅人さん、第4の審判員が砂川圭一さんで行われます。辛いですね、はい、ですから興奮にしてみるともうあの辺が生命線になりますから。今前半の45分が経過しましたが、前半アディショナルタイムはないということです。ですからもうほとんど時間は残っていません、ね、ここで長い笛になりました。今度は右から左に攻めるのが青のユニフォーム、ヴァンフォーレ甲府。左から右に攻めるのが今日はアウェーセカンドのユニフォームを身にまとう白のユニフォーム、横浜 FC です。ボールが風で戻ってきました。まあ、前半ですとあの奪ったボールを、はい、あの横浜の方は長いボール、日本人最年長ゴールは今日も見ることができませんでした。11番の数、三浦和義に代わって難波が入ります。さあここはフリーキックのチャンス、ヴァンフォーレ甲府です。ボール入ってきます、うん、エリンゲゴー、須藤が決めた、須藤のヘディングゴール。後半の17分、先制点は須藤、ヴァンフォーレ甲府1対0。いや、増島ですかね。増島ですかね。失礼しました、増島です。あの塩で崩れていったところでヘディングが決まったわけですね。15番の増島のゴールで1対0、ヴァンフォーレ甲府が後半の17分、先制点を挙げました。流します、横浜 FC ボール、ボールが入ってくる、大村、難波、林奪いました。ここで長い笛、ヴァンフォーレ甲府対横浜 FC、 1対0、ヴァンフォーレ甲府がセットプレーからの得点で逃げ切ったと言っていいでしょう。後半の17分に挙げた1点を守り切って1対0で勝ちました。そしてヴァンフォーレ甲府は今季リーグ戦初めての完封ゲームということになります。塚田さん、はい、まず今日の試合の感想はいかがでしょう。まず横浜が、はい、あの甲府の良さをあまり出させなかったなと、はい、まあ、点が入ってからはですね、当然点を取りに行かなければいけませんから、はい、どうしても甲府のやろうとする、まあ、人とボールが動くサッカーっていうところで押し込まれる場面ありましたけれども、全体の流れとしたらそんなに悪くはなかったと思うんですね、はい、ただ、一つはきっと、もう非常に、お互い攻め手を消し合う中で、はい、一つリスタートがポイントになったかなと、まあ、そんな風に思います。まあそこで の, 最後ね、メンバー交代がどうのこうのとは言いたくないですけれども、はい、やはり本当にちょっとしたああいうエアポケットっていうのが、はい、ああいうリスタートのところ、特に守備の選手が変わることによって、ちょっと微妙な、はい、こう目に見えないこう
ズレがね、はい、ちょっと実際私もそういう経験があるんですけれども、はい、ちょっと残念だったかなと、そうですね、そんな気がします。